もっと沖縄が好きになる。この番組は沖縄の隠れたおすすめスポットを紹介する沖縄クリップがお届けします。今回は那覇市の路地裏で大人かわいい雑貨店を巡ります。石畳道が続く観光スポットとしても人気の壺屋八千文通り。沖縄の焼き物の歴史に触れながらお散歩気分で八千文巡りが楽しめます。その通りを外れ路地に入ったところで気になるモダンな建物を見つけました。2008年にオープンしたガーブドミンゴは沖縄の伝統工芸を大切に継承しながら新しい沖縄の形を提案するセレクトショップ。店内には陶器、漆器、瓶型、織物、ガラス製品などが数多く並んでいます。店名の由来はこの辺りに流れている暗渠化されたガーブ川とスペイン語で日曜日を意味するドミンゴを掛け合わせたもの。何でも人の名前っぽくしたかったのだとか。ガーブドミンゴおじさんが世界中を旅して集めたものを並べていますと藤田ひな子さんは言います。いろんな分野の作家の作品が集まるお店ですが、セレクトする基準は個性が生きていること。流行に合わせたものを作るのではなく、その作家の出したい個性がエネルギーとして力を発し作品に反映されていることが大事だといいます。こちらは沖縄県立芸術大学を卒業した今野信子さんの作品。地元の土にこだわり、土そのものの力強い質感を引き出すように創作しています。沖縄の自然、大地を見事に器に変換する探求家だと藤田さん。続いては2002年に沖縄県に移住した藤本健さんの作品。素材は沖縄の木。その木が持つ特性を生かした洗練されたフォルムが魅力的です。こちらのガラス製品は日本だけではなく海外からも熱い視線を集めるガラス作家西山義弘さんの作品。唇に触れた時の当たりの良さ、手に伝わる温度、素材そのものが一番おいしく感じられるポイントをついていることが西山さんの良さだといいます。世界各地に散らばった沖縄文化のかけらを拾い集める旅の中継地点のようなお店にしたいと藤田さん。自分だけのとっておきの思い出になる作品を見つけたいですね。そんなお土産に出会うために旅に出たくなるお店です。ガーブドミンゴを後にして少し歩くと、またすぐに別の雑貨店を見つけることができます。こちらのお店にも入ってみましょう。
2020年8月にオープンしたルフトショップ。店内には家具やさまざまなテーブルウェア、織物や革製品などのアイテムが自然にコーディネートされ、上質な空間を作り上げています。こちらは沖縄を拠点とするデザイン事務所が運営するギャラリー兼ショップ。営むのは溶岩レールやミナペルホネンの店舗デザインなどを手掛けてきた牧師奈美さん。テーブルウェアなどのプロダクトを手掛ける桶田千佳子さんの2人のデザイナー。実は店内にある多くの作品は牧師さんと桶田さんがデザインをして、沖縄を中心に日本各地の作り手、工房、メーカーと共同して制作しているもの。デザインの視点から作り手が得意とするポイントを見出したプロダクトと工芸の間のようなスタイルが魅力です。こちらの作品はルフトがデザインをして、本島南部の糸満市にある工房と共同して制作した5種類のプレートと2種類のボール。仕上げの釉薬は4種類使っています。作家が作り出す一点物の器と取り合わせたり、大量生産の器と組み合わせたり、その両者の間をつなぐような存在を目指しているといいます。続いては本島北部の名護市を拠点とする中山木工と共同して制作した木製品。クスノキ、イタジイ、ソウシジュ、ユシギといった県産の木材を用いて、木の美しさと機能が発揮される日用品を作り出しています。そしてルフトといえばラワン合板の家具が特徴的です。合板とは薄くスライスしたベニヤ板をいくつも重ねて接着した木材のこと。その合板を丁寧にサンディングしてワックスを塗り、滑らかな手触りに仕上げています。また展示してある作品を参考にして空間や家具設計の相談にも応じてくれます。丁寧に作られた質の高い日用品に、ぜひ直接触れに訪れてみてはいかがですか。続いてやってきたのは那覇のメインストリート、国際通り。そこから牧師駅にほど近い路地へ入ると、街の喧騒を感じさせない公園の向かいにふらっと立ち寄りたくなるようなお店があります。2013年にオープンしたレネミアは、沖縄出身のデザイナーとイラストレーターの金城さんご夫婦が営むアート&クラフトのギャラリーショップ。夫の博之さんと妻のミレイさんが今紹介したいと思える沖縄県内や県外のアーティスト・作家の作品を紹介する展示会を毎年数回は開催しているそうです。
そして生産者や作り手、メーカーとの共感を大切にし、自分たちがデザイン開発に携わった商品から沖縄を軸としたアーティストの作品などを取り扱っています。どんなものがあるのか気になりますね。少しご紹介しましょう。こちらはひろゆきさんがデザインに携わった唐草千彫りのやちむん。壺屋焼の象徴的な技法の一つに千彫りという技法があります。器の形に合わせて丁寧に彫刻刀を使い彫り上げられた柄は立体的になり、印象的で力強い存在感のある表情に仕上がるのが魅力です。こちらはイラストレーターのミレイさんがアクリルで描いた作品。原画やカレンダー、ポストカードなどを取り揃えています。描いた空想の花々は子育ての中から成長する喜びと感動を表現しているのだとか。他にも金城さんご夫婦が日々の生活を楽しく豊かにしてもらえたらと愛情を持って選んだ作品が多くあります。沖縄の木の特性や温かみを生かした普段使いのできる器や道具は暮らしの中に笑顔のエッセンスを加えてくれます。また小さなカフェスペースも併設していますので、ゆっくりとコーヒーをいただきながらアートに触れたり、お気に入りのアイテムを探したりと素敵な時間が過ごせそうですね。沖縄の路地裏には魅力的なお店がいっぱい。一歩足を踏み入れてみませんか？新しい発見と出会いが待っています。